人間の匂い、まさか。見ろベッキー、あの洞窟だ。植木の気配がする。おっと、誰が通っていいって言ったんだい。おとなしく道を開けた方が身のためだぞ。お主、うちが片付けるです。いや、拙者がやる。子供はどいてろ。子供じゃないです、うちはもう中二です。どうせチビです。わかった、二人でやろうぞ。仲良く二人で倒そうぞ。竹光を大バサミに、ビビダンを隕石に、入る力。なんと頑強なバリアだ。もう6時間も攻撃しているのに全然破れないです。コウスケが感知するまで残り4時間、この毒性は一歩も入れんぞ。あれ、まだやってたんすか。明神、大きい猫っすね。猫。重傷の植木くんをかくまっているのは分かってるっす。さっさとどかないと凛子さんを。くそ、最悪の状況だ。どうすりゃいいんだよ、コウスケ。さあ怪獣くん、凛子さんがどうなっても構わないですか。仕方ねえ、分かったよ。それじゃあどいてやるよ。バカな、天界獣は人間を攻撃できないはずじゃ。ああ、そうさ、天界獣は人間を傷つけたら消滅しまう。だがそれがどうした。カオスケのためなら死ぬことなんか怖かねえんだ。今だ。爪が甘えんだよ、ガキども。ちょっと脅かしただけで油断しやがって。まさか自爆までして脱出するとは思わなかったっすよ、リンコさん。人質を失えばあなたたちの攻め手はなくなる。植木くんは守れるのなら、私はいくら傷ついても何ともないですわ。しょうがないっすね。口笛をレーザーに変える力。あいつら二人がかりでも破れなかったバリアだ。てめえ一人に何ができる。何？ベッキー、ビビダンを隕石に変える力。どんな頑丈なダムだって一辺のひびから決壊するものっす。リンコ大丈夫か。テンコちゃん、まずいですわ。このままじゃここを突破されてしまう。テンコちゃん、私が走り出したらまたバリアを張ってください。私が明神を食い止めますわ。リンコ、口笛をレーザーに変える力。ビビダンを隕石に変える力。お主の相手は拙者だ、退屈だがな。あまり私を舐めない方がいいですわ。ビーズを爆弾に変える力。当たらなければ意味がない。そうね、だったらこれならどう。なんだこれは。ビーズ入りお手玉ですわ。
先生、当たっても意味はなかったな。拙者の体は対衝撃鎖片びらで守られている。大砲だろうと傷一つつかぬ。今度はこちらの番だ。竹光を殿ばさみに変えるか。大丈夫だ。単なる自信だよ。嘘つけ。お前うるせえ。いいからてめえはおとなしくしてろ。今そこを出たらてめえは副作用で死んじまうんだ。いいか康介、てめえは銃弾をぶっ倒すんだろ。一時の感情で命を捨てんじゃねえ。生きてそっから出てきやがれ。そして銃弾をぶっ飛ばすんだ。約束だぜ康介。こっちは終わった。そっちもさっさと仕留めてしまえ。ああ、せっかく綺麗な髪なのにズタズタっすね、リンコさん。でもショート似合ってるっすよ。リンコ、あいつら。君も消えるっす。うらー！ちくしょう、これまでか。12時間経っちまったか。康介には言わなかったが、治療の12時間ってのは最短でって意味だ。やっぱ、間に合わなかったか。これでオイラたちの勝ちっす。なに、オイラのレーザーが弾かれた。黒髪ハラハラさせやがって。